はい、どうもこんにちは。オステルと申します。プレイステーション4のアンチャーテッド、エルドラドの秘宝の実況プレイをしております。本日もどうぞよろしくお願いしますね。ヒロインの女がパラシュートで不時着した、この古城のような建物にやってきた主人公。もしかしたら、ヒロインの女の子、囚われの身になっちゃってるのかもしれないね。敵の巣窟になってる。まずい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 。敵の巣窟になってて、本当に一歩進むごとに敵が出てくるっていう状況だから。基本的にキャマタン打ち、キャマキャン打ちがもうすでに板についてる男。うわっ、シャッガン持ってる。シャッガンデブだ。体力多そう。あそこからどんどん敵出てくるよね。ここで待ち伏せるか。汚い陰キャ殺法で敵を倒していく。ものすごい機関銃の音がするからね。これ出ていったら蜂の巣だわ。幅くれないこの人たち。シャッガンか。向こうに、遠いな。ここでショットガンに持ち帰るのはあんまり良くないかもしれない。ここはアサルトライフルとサブマシンガンに行きましょう。こっちなんだ。進行ルートじゃなさそうなところに一見アイテムがあるもんなんだよ。しっかりと探っていく。あれ、これ俺一回来たとこじゃねえか。なぜか進行ルートが空いてる。もしかしていくつもルートが用意されてるのかな、このゲーム。先に行くためのサブマシンガンはもうちょっと接近しないと多分効力発揮しねえわ。さて、この手のサブマシンガンはリコイルが激しいのが相場だからね。お、あさっての方向撃ってる。あそこに一体いるんだよね。今のうちに詰めれないかな。よし、まず一体、次はあいつだな。攻撃オブジェクトらしきものがある。飛ばしていく。あそこにも攻撃オブジェクトあるな。飛ばしていく。敵のエイムがいい。隠れるな。ここからだと見えないな。機関銃持ってるやついるんだよね。危ない危ない。ここから徐々に覗いていきましょう。見えた。どこ？あ、いるわ。まずい、上にもいる。この俺の索敵能力を甘く見てはいけない。上のやつから先に処理していきましょう。どこ行った？上にいたよな、一体今。下のだけど軽機関銃持ってるやつ、あいつなんとかしないと。よし、あとは上だ。爆発物あるね。これ全部か。弾もないけど。よし、これさ、しゃがみ移動とかできればよかったのにね。しゃがみ移動できないみたいなんだわ。弾ゲット。こいつも弾持ってるだろう。あ、でこいつの所持はハンドガンか。あくまでこの軽機関銃を使って銃撃してきていたっていうことか。俺も使えるんだ。いいっすねこれ。あ、だけど後ろから敵来る展開になりそうだね、こういうのって。注意しながら周りを探索しましょう。統合系武器とかないかな。こいつらみんなハンドガン持ってるよね。火力に乏しい奴らめ。サブマシンガンの弾なんで持ってないんだ。みんなハンドガンだ、ここにいる奴ら。主人公がもしかしたらここまでやってくるのを想定していなかったのかな、この人たち。こいつもハンドガンだし。他に行けるところがないので、木箱飛び越えて先へ進むしかないか。よいしょ。後ろから、何これ、スライド移動したんだけど今こいつ。え、まずいだろ。見つけたぞ。捨て頃行くか。あ、遠いな。あ、素晴らしい。この野郎めっちゃ撃った。今の連射だけで12発も持ってかれたわ。こいつはサブマシンガン持ってた。ちょうど12発こいつ持ってんのよ。でか、サブマシンガン持てる弾の数が少ないね。60発しか持てないみたい。じゃあ今はこれでいきましょう。アサルトライフルの弾が少ししかないからね。今はサブマシンガンを使って敵を倒して少しでもね、落ちてる弾を有効活用しながら行かないと。
あー、ここ進むの怖いな。角で待ち受けとかされてそう。あれ、なんだなんだ、繋がってんじゃん。俺どっち行けばいいんだ。また窓の外からクリファンガーさせられるのかな。どっち行けばいいのか分かんなくなっちゃった。こっちか、違うな。あ、上だ、階段がある。さあさあさあ、どこまで行けばいい。広くなってんな、マップが。ん、何、お、アサルトの弾、ありがたい。ここは行き止まりかな。こっち落ちると死にそうだよね。ここは違うわ。そういうことはこっち側に行けばいいのか。あれ、エレナのパラシュートが引っかかってたの場所か、これは。あるわ、やべえやべえ、落ちるとこ。大丈夫大丈夫。ということはもうすでに敵の小中に入ってしまっているか、あの美女は。許さん、ローバンとかいうやつ出てこい。多分あいつがラスボスだよね、敵ボスみたいなやつで。映画で言うと、例えば007のシリーズとかだったら、敵がいるけど、まあ一番の大敵ね、そいつの部下に肉体派がいるのよ。そういうやつの登場にも警戒しないといけないね。ラッキーかアンラッキーかだな。敵は多分ローマンとかいうやつはあくまで資金を提供しているような、そういう立ち位置だよね。そいつが雇ってるボディーガードの王様みたいなやつが多分実質戦闘する上での一番の宿敵になりそう、映画とかだと。どっち行けばいいんだ次へ。こっちか、エレナを追って先へ進めるのか。これはやばくね、これ落ちたら死ぬだろう。飛べばいいのかな、ジャーンプ。いてどっからやり直しだろうか、これは。敵いない、あ、敵いない、よかった。爆発物は復活してるけど。ここの敵は、あ、復活してないね。え、銃弾だけなくなってんじゃん。そしたら、なせっしょうな。俺確か60発持ってなかったっけ、さっきまで。上のアサルトライフルの弾を回収してないところからのスタートだね。なんでねえんだよ。おい、こいつのアサルトライフルの弾ねえんだけど。弾減っちゃった。生き返って。これは理不尽では。あ、この階段から普通に降りていけばいいだけじゃん。こっち来てねえわ、俺。エレナのパラシュート調べた後から始まってんのかな。飛び降りた場所が悪かったよね、女。もう何も喋らないんだけど、この主人公。あんまりおかしな視点になっちゃうと落ちるかもしれないから、気をつけて。ヒント？え？あ、渡れっていうことか！あそこ、ここ降りるわけじゃないんだ。普通に行けねえわ。なるほどな。このロープを伝って向こう側に行けっていうことね。わかった。特殊部隊も真っ青だな。主人公も敵のやつもお互いすねに傷を持ってそうだから仲良くやりたいところなんだけど、そうは問屋がおろさんな。こっちは相棒の誰だっけ、サリーちゃんかを殺されてるからね。これどうやって使うの。はっ、え、これロープ渡っていくんじゃないの、これどうやって使うんだ。使い方わかんないんだけど。それとも、パラシュート開いてもうどこかに脱出してしまえっていうことなのかな、女を置いて。まあ正直言って、あの女とは特別な関係も何もないしね。単なるトレジャーハンターとそれを取材しようとしてるレポーターの関係でしかないから。まあ女がどうなろうが知ったことじゃないっていうこと、ゲスな男なんだけど。まあ明日は我が身、自分の命の方が大事なんでね。このパラシュートの何か素材を入手しろっていうことかな。これどうすればいいんだろう。
あ、普通に三角ボタン押したらイベント起きたじゃねえか。それならさ、最初から表示してくれよ。エレナ、あいつ何やってんだ。まあ、ともあれ無事なようで何よりだね。ハロ。部下ピーター。いや、パイーニ、ビチャラセカラン。あー、くそ。シアランロ、チェパタン、部下ピーター。だ、やつだ。バレた。あいた。だけど開けてくれた。やべ。すげえ来るけど、これ。距離遠くね。お、これはマグナムでは。マグナムと。これどうすりゃいいの。ここら戦わないといけないのか。見えねえ。ここまで来るかな。あ、ここまで来そうだな敵。さあどうしよう。マグナムで数減らすか。どこから来てる。下にいるよね。どこ。あ、いるわ。え、いるように見えたけど違う。敵どこから来るだろう。とりあえず遮蔽に隠れて。バレてるかな場所。あ、バレてる。とりあえず1体抜いて、少しずつね、陰キャ殺法で数を減らしに行くしかないね。敵はね、ここからしか来れないやつだから、ルートここしかないはずなんだよね。ここに上がってくるルートが。あれ、いつの間に来てる君。当たらない。上がってくんのか。まずい、まずい。ああ、マジか。どこにいんの。シュルーダー投げてるやつどこにいる。あぶね。ここを飛び降りるとまずい。うわ、弾丸もうねえじゃねえかこれ。ここは俺も統合を使ってるか。シュルーダーだ。見えないもんね、敵の場所が。アサルトライフルの弾欲しい。取りに行くしかないでしょ。まずい。見えないけど。やべ、ショットガン持ってる。接近さん、まずい。敵をおびき出すか。おびき出すっていうか、敵の方から来てもらうか。よし。まずいって。落ちる落ちる落ちる。操作性があんまり良くないんだよね。そこに、え、あ、いるな。お、一撃で死なない。マグナム食らってもさすがデブ。体力あるな。マグナム使い切っちゃったんで、部屋の中に銃取りに行きましょう。サブマシーンとアサルト残ってるからね、しっかり拾ってく。あぶね、落ちるとこだった。脇が甘いと実況者失格の烙印だね。またしてもこうなってくるとゲームオーバーになって、爆発物をね、復活させて いるのがすごいありがたい。そこにいるだろ、機関銃持ってるやつ。あ、いない。回り込んでいきましょう。こいつが持ってるのはショットガンか。うわ、室内戦だなこれ。ショットガンの方がいいかな。どこにいる。え、どこ。まずいなこれ、場所悪いわ。こっちから見えないのに向こうから見えてる。その辺にいそうだけど、どこだ。場所変えましょう。ここ場所が悪いわ。敵からだけ見えてるっていう最悪の位置取り。結構遠いな。爆発物使いましょう。エレナ大丈夫か。これね、こういうのが起こんのよ。
ローリングの取り回しがすごい悪くて、なかなか移動できなかったりする。普通にアイテム欲しいんだけど。こいつが持ってるのはハンドガンか。今さらハンドガン使えって言われてもな、ここまで強力な重火器がたくさん登場してきている以上、そんなものを持てと言われても持ちたくないんだけど。あ、扉開けてくれたよね。これでエレナの元へ行ける。上の階の窓から姿が見えたよね。今こういう事態が起こっていることは彼女は分かってんのかな。え、降りていかないといけないの。あ、うっそやろ。やばい、上がって。どこから撃たれてる俺。うわ、遠いな。俺は向こうまでは当てらんねえわ。ここは一旦泳いでいくしかないのか。ここはくっそ、向こうまで行かないと。カバシどうすんの。よし、普通向こうから撃たれてるのはわかるでしょ。まずい。あー、これマジか。上からも行けたな。なんか掴まれるところがある。次途切れたら飛び出す。行け。わ、ここ遮蔽物じゃねえし。やばいだろ。あっぶねえ。はっ、見つけたぞ。まずい、あぶねえ。体力回復させて、手榴弾ある。一応車線はそらしてるから大丈夫。M79、グレネードランチャーか。これ使うか。向こうまで届くかな。次途切れたら飛び出す。よっしゃ。死ね。いいじゃんこれ。2発しかないけど、使えそう。敵の大群に。こっち持っていきましょう、今は。どうやって向こう側に渡ればいいんだろう。普通に登れるのかな。リロードしてる。よし、ざまみろ。そこで寝てろ。なんでハンドガン2つあんの。ここ行けばいいのかな。腕のいい配管工を呼ぶか。マリオさん、マリオさん、マリピーさん来てください。配管工、このクソ野郎どこに隠れてた。こっちにいるぞ。まずい。なんか他にもどっかから狙われてる。あそこか。見えない。やっべ、弾薬の消費がすげえ激しいんだけど。うわ、パイナップル。ダメでした。やべ、当たんね。もう一発投げとくか。あ、奥のやつまで当たんなかったな。どこにいる。左の方にいる。お、回り込まれてる。うわ、ここにいるとまずいよね。敵の車線に入ってる。さあどうしよう。こっちにももう一体いたよね。回り込んでくる。そう、回り込んでくるやつがうっとうしいな。よし、あとは上のやつだ。今のエイムはなかなかだった。悪くない。あ、なんだこいつ。妖怪か、パリピか。お前は終わりだ。まずいって。よし、隠れろ。やばいかも。あー、ダメか。なんで近くから出てくんだよ。これどっから？あ、ここからか。よかった。最初まで戻されたらどうしようかと思ってた。あ、マジか。投げちゃった。投げるつもりなかったのに。上のやつが鬱陶しいな。横からも来るでしょ。
グレー投げ、あー、グレー投げましょう。まずい。おお、素晴らしい。上から強いやつが撃ってほしいんだよね。ハマキャン打ちでしっかりリロードしといて。あー、横のやつがうざい。殴って倒そう。見られてるよね、普通に。あー、ダメだ。構える方向は良くない。どこに行った？もう一体下に一人いるよね。上にもいるけど。眉間のど真ん中だ。あ、どこだ？そこか。乱戦だな。飛び降りてくるやついるでしょ。その前に弾回収しないと。うわ、敵の死体がどこにあるかも分かんねえ。これだけ水場になってると。あー、ダメか。難しい、これめっちゃむずい、このゲーム。ここからやり直しでしょ。見つけたな。こっちにいるぞ。どうすればいいんだろう、これ。立ち回り上に行けないのかな。こっちにいるぞ。うわ、鬱陶しいな。ダメだ。難しいです。難易度ここで下げられないかな。難易度下げられないんだね。頭からやり直すしかないんだ、難易度下げようと思ったら。これ無理です。おい、気をつけろ。ちょっとうまくいくまでカットします、これ。倒したか。きっちい。本当にむずい。カットするっつってから1回でいけたけどね。本当にむずいわ、このゲーム。途中で難易度下げられればよかったのに。結構進んじゃってるからね。ここまで来た以上、この難易度で通すしかない。
あと頭からやり直すのはね、正直言ってめんどくせえ。シリーズが3作あるから、こんなところで立ち止まってはいられない。だけどまあ次回作は難易度下げさせてもらう、申し訳ないけど、これはね進行がすげえ妨げになるわ。上に行けばいいのかな。そしたら一回この辺で終了にしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。あーむずいよマジでむずい。もう一つ上の難易度あるんだよねこれ。たまんねえ。どうなってんの、おかしいでしょ。はい、ではさようなら。